鬼ぐるみは、クルミかクルミ族に属する、落葉性の高木である。別名で、カラフトぐるみ、カラフト鬼ぐるみとも呼ばれる。中国植物名では、カクモモヒサギという、俗に野生のクルミ全般を、鬼ぐるみと呼ぶ場合もある。なお、日本列島においてクルミ族で自生する種には、他にヒメぐるみが挙げられる。日本列島とカラフトに分布する。日本列島においては、 北海道から九州にかけて広く分布する。湿気の多いところに生え、主に山間の川沿いなどで見られる。落葉紅葉樹。葉は大型の奇数羽状服用で護生する。小葉は長さ7から12センチメートルの卵状長。楕円型で、表面は無毛で、裏面は正常毛が多い。特に初夏の開花時期には垂れ下がったお花状とともによく、目立つ。 カキは5から6月頃、風梅下で、私有同種である。芽花は、新枝の先に10個ほど穂になって咲き、ずいは真っ赤で二股である。尾花は、前年の枝に多数が、棒の形で垂れ下がる。果実は、角果状の喧嘩で、長さ3から4センチメートルの卵球状をしており、喧嘩の周囲を肥大して肉質になった花生が包み、10月頃に、熟す。 過小を向いた中にある種子は食用になり、月種類の食料として重要である。彼らは食料を貯蔵すべく鬼ぐるみの実を地中に埋める、習性を有し、その一部が発芽することで子孫を残している。また、鬼ぐるみの実は水に浮く性質を有しており、洪水などで実が流されて、河川の下流でも発芽する場合がある。洪水の際に、少々の深さに実が埋まったとしても、 大きな実に蓄えられた養分を利用して太陽光を利用できる地上まで発芽する能力を有する。鬼ぐるみが川沿いで見られる理由の一つがこれである。実は食用になり、ウォールナット材は建築や家具に使われる。干渉性はあまり高くないが収穫を楽しむことができる植栽として庭木などにも使われる。植栽する場合、 植え込みの鉄器は12月から3月とされる。鬼ぐるみの実は食用にできるものの、広く市販される手打ちぐるみやシナのぐるみと比較してやや小さく、殻が厚めで非常に硬いので、一仕をきれいに取り出すことは容易ではない。その分、味は濃厚で保存性が良い。植物体としては、土の中でも残りやすく、日本列島の縄文時代の遺跡からも出土する。特に、東北。 関東、中部地方に多い。木材としては、ウォールナットの名で知られる。ウォールナットは、製材後の狂いが少なく、加工も良いという長所を有する。洋風家具、建築、フローリング、彫刻などに用いられる。種子が薬用され、小薬名を、クルミヒトと称し、全息便秘、インポテンツ、人血石に薬効があると言われている。一般的には、 鬼ぐるみよりも手打ちぐるみがよく使われる。民間療法では、た日療後から1 0ムを 400cc の水で煎じて、3回に分けて服用する、用法が知られが、そのまま食べても同様に効果があるとされる。体力が落ちて、コロコロした時の便秘や、咳をした時に尿漏れするような図だに良いと言われている。日本では、粉塵の発生原因になったり、道路が痛むなどとして、 自動車が凍結路面などを走行するためのスパイクタイヤの使用に規制が行われた。そのような中で殻が非常に硬く破片が鋭利である点を東洋ゴム工業が注目した。こうして金属製のスパイクの代用品として鬼ぐるみの実の殻を用いたガリットシリーズが開発された。なお、 ガリットシリーズは、スタッドレスタイヤに分類されており、スパイクタイヤの使用規制を免れている。あまり一般的ではないが、春先に伸びる新芽は、山菜として天ぷらなどで食用にできる。タラの芽など、ウコギ科の山菜と似たような見た目をしており、味、食感ともに癖がない。ありがとうございます。